とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、剣豪ベニマルのランキング、やっていきたいと思います。剣豪ベニマルの必殺技、これがありますね。3種類です。まず一つ目、赤き一閃。そして、十文字粉砕斬。で、最後に、土発点、横一文字切り。ですね。まあ、とりあえず、どんな必殺技なのか、見ていきましょう。では、まずは、赤き一閃から使っていきましょう。赤き一閃は、使いやすい必殺技。だね。隙も少ないし、ダメージもそこそこ取れる。で、一歩前に出てから打つので、範囲も悪くない。ということで、なかなかいい必殺技ですね。赤き一閃。では続いて、十文字粉砕斬ですね。十文字は、ベニマルの中で唯一の遠距離攻撃になります。まあ、遠距離攻撃だけども、最大ダメージを出そうと思うと、ひっついた状態で打たなきゃいけないので、まあ、ちょっと癖のある技になりますかね。では、行きましょう。十文字粉砕斬。それでは、最後に、土発点、横一文字切りですね。走り抜けて攻撃します。まあ、ローラーダッシュとか、パイプラッシュと一緒の技になりますけども、これだけは、走り抜けたところに、炎の道ができて、それで持続ダメージを、まあ、若干ですけどね、当てることができます。はい。使いやすいですね。範囲も広いです。横一文字切り。はい、それではですね、剣豪ベニマルの必殺技ランキング行ってみましょう。では第3位は十文字粉砕斬ですね。遠距離攻撃なので、やっぱりダメージがいまいち出せないっていうことですね。で、ダメージを出そうと思うと、もうひっついた状態で打たなきゃいけないので、それならば別の必殺技でいいんじゃないですか。はい、ということで第3位ですね。続いて第2位。第2位は赤き一閃ですね。範囲もそこそこ広いですし、出が早いので隙がない。うん、ダメージもそこそこ取れるっていうことで、まあ第2位で間違いないでしょう。赤き一閃ですね。そして第1位。1位は、土発点、横一文字切りですね。範囲ももちろん広いです。走り抜けて結構横の方までダメージを与えることができるので、雑魚戦でもボス戦でも使えます。うん。まあ、緊急回避用として使う人もいるんではないでしょうか。そしてね、このダメージ、一発じゃなくって、ある特定のね、条件を満たすと、2発当たるんですよ。うん、大ダメージ2発当たるので、それがね、なかなか強い。まあ、それをね、出そうと思うと、ちょっと難しいんですけども。うん、まあ、当たれば、すごく強い必殺技なので、第1位、間違いないです。土発点、横一文字切りです。それでは、剣豪ベニマルの必殺技の構成を見ていきましょう。一番いいのは、俺が思うに、土発点3の赤き一閃1。うん。まあ、むしろ土発点4でもいいかもしれない。うん。それぐらい土発点は使えるやつですね。ただ、入手難易度がちょっと高めなんだよね。うん。ちょっと高めなので、まあ難しい人は、まあ土発点2の赤き一閃2。それぐらいでいいと思います。まあとにかく土発点多め。で、残りを赤き一閃で埋めるといい感じだと思いますよ。では、夜の学校来てみましたね。ここ雑魚が多いので、まあ小回りの利く赤き一閃ですね。それを、2つ入れてきてます。うん。なんだろう、ボスだけだったらば、土発電でいいんですよ。だけども、雑魚が多いと、
ちょっとね、再使用時間の問題で赤き一線を多めに入れた方がいいんだよな。ボスだけだったら全然いいんですよ。ド発電がめっちゃ強いんでこれがいいんだけども、雑魚戦はわあっちの方が役に立つね。よしよし、まあ破壊力は抜群。よし、でも最使用時間がねどうしても長いのよあれ、うん、赤き一線の 1.5 倍ぐらい待たなきゃいけないので、それがちょっとね、うん、雑魚戦ではめんどくさいかな。最使用時間が全部一緒だったらばねいいんだけども、そうじゃないんですよね。よし、しゃあ、はい、もうちょい。で、最初の方に言った説明で、ド発電を2発当てる方法なんだけども、その条件っていうのが、敵がね端っこにいること、画面端この辺とか、うん、画面端にいるっていうのが条件で発動します。あれ当たればねすっげえ強いんですよね、めちゃくちゃ強いけども、まあ条件は結構厳しめだね。よいしょー、はい、ド発点、うん、端っこで、でそれに自分がねひっついて打つような形をすると、うん、まあまあ絶対じゃないけども発動することがあるので超おすすめです。うん、最後のタックルの後にちょっと狙ってみようかな。ちょっと端っこに寄せます。よし、オッケー、いくよ。当たってないな、今のは違う。炎の持続ダメージの方でしたね。多分出始めに当てて最後剣を振り抜くときにもう一発当たる感じなんだろうね。うん、俺もたまにしかそれ出ないんだけども、出た時はものすごいダメージいきます。はい、ということで今日は剣豪ベニマルの必殺技ランキングやってみました。まあベニマルはね無難なキャラ、無難、誰でも使いやすいしステータスも高めなので生存率も高い、うん、無難なキャラクターですよ。はい、ではですね、妖怪ヒーローが他にも12体いまして、その全員のねランキング出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういやギリギリ